田中康造は日本の騎手、調教師。第二次世界大戦前後の時期に花形騎手として名を馳せ、九百四十一年秋の提出、五章店や戦後最初のダービー開催となった九百四十七年の東京優秀などに優勝した。しかし九百四十九年に自身が引き起こした港区院事件を境に社用となり、九百五十五年に 状教師に転身。1989年に優退するまで、それぞれ宝塚記念に優勝した、エイトクラウン、直オ星などを手掛けた。1915年、東京府南多摩郡忠尾村に生まれる。尋常小学校卒業後、1933年9月に、東京競馬場の北郷五郎級舎に、騎手見習いとして入門した。1935年3月に、 騎手免許を取得、1940年に北郷が死去したことに伴い、弟弟,弟子の前田長吉と共に、尾形家作り級者に移籍した。尾形級者ではエステイツで1941年秋の天皇賞に優勝するなど活躍したが、第二次世界大戦の激化により競馬開催の規模は徐々に縮小され、1944年の開催をもって一旦休止となった。 旧式館中は大型に伴って、岩手県森岡市に赴き、万馬機動隊に編入されて、馬の育成状況に従事した。1946年の競馬再開に伴って、機種に復帰、周期のみの短い開催であったが、39戦12勝の成績を挙げて、リーディングジョッキーとなった。通年開催となった翌1947年には、松緑に起場して、 戦後最初の東京優秀を制した。以後数年間を有力騎士として活躍、ファンからも安志さんの愛称で親しまれた。しかし、1949年に起こした港区院事件を境に成績が落ち込み、1955年に騎士を引退、調教師に転身した。開業当初は東京競馬場に旧車を構え、2年目に秀誉れで,で中山海畜記念を制し、 調教師として重賞初勝利を挙げた。1959年、中京場主協会長を務めていた山口登の誘いを受け、旧社を中京競馬場に移した。1966年には山口の所有場8クラウンで宝塚記念に優勝。1969年立東トレーニングセンターに移った後、1975年に8クラウンの子、直樹で、 再び、宝塚記念を制した。以後も、数等の重症症リバを管理し、1989年2月を、もって調教師を優退。同年6月18日、病気により74歳で死去。晩年は長く、病床に伏せ、調教師活動はできていなかった。1949年10月23日、中山競馬場で行われた第七競争。 三歳優勝において一番人気の港区員に起乗していた田中は、スタートで同馬がつまずいた後、競争を放棄して、コースから引き上げた。場内の観客は、スタートのやり直しや、馬券の買い戻しを要求したが、主催者側はこれに応じず、不満を持った観客2000人余りが、コース内に乱入した。コースは、約2時間にわたって選挙され、最終的には、 千葉県警が14名を検挙した末に観客を退去させた。事件を田中は一開催の間、騎場を自粛したものの、港区院の関係者を呼び、国営競馬関係者が処分を受けることはなかった。主な騎場馬松緑を刈る田中、括弧内は、田中騎場時の優勝重賞競争主な管理場、太地は門下生。括弧内は、 旧社所属機関と所属中の職分、ありがとうございます。